糸井君雄です。今日はですね、ショーペンハウアーの、知性についてという本を紹介していますけども、その冒頭部分ですね、それでねちょっとまた、かいつまんで、読んでみたいと思いますけども、ですね、このね最初の哲学とその方法についてという、エッセイの、このね4の部分ですね、それちょっとかいつまんで、読んでいますけども、詩人たちの作品は子羊たちのように柔和に相並んで生を楽しんでいるのに、哲学上の著作は生まれつき獰猛であり、それに加えてその破壊欲においてサソリやクモや 2,3 の昆虫の幼虫のように主としてその同族のものを めがける傾向を持っている。これはね、その哲学とは何かをね、説明するのにその詩と比較して述べている、箇所なんですけども、まあ、詩というのはね まあ、それぞれの作品が、おとなしい子羊のようにこう並んでいると。でね、それに対してねとにかくね哲学っていうのはねもう獰猛で、凶猛でね、毒虫のようなね性質を持ってるって言うんですよね。それでその、そしてね戦闘的な、性質を持っているというふうにも別の箇所で書いてありますけども、そういうもんであると。でその心は何かっていうとね、またかいつまんで読んでみますけども、これに反して哲学者の著作は、読者の考え方をすっかり覆そうとするのであり、読者がこの種のものに関して今まで学び信じていた一切のものを自ら誤謬とし、それに費やしてきた時間と労力を無駄と断じ、そして初めから出直すことを読者に求める。ですからねこれねまあ私もね、まあ、どっかの哲学読んでるとね、まあ、そう経験があるんですけどね、やっぱりね、哲学って何かっていうとね それを読む人のね常識をねこう食っちゃうんですね。こう毒虫のようにねこう食らいついてねもう、殺してしまうと、ね、だからねすごくね哲学を読むってことはね非常にこう痛みがあるんですね。だからね哲学はなぜ、難しいのか、なぜその難解なのか、なぜその読み始めるのがね、困難でねすぐにこうやめちゃうのかってね、やめたくなっちゃうのかっていうとね、それはねそのね、自分の持って、いるね、自然なこう考え方価値観というものをねこう殺してしまうと、食ってしまうと、そういうねこう獰猛な、性格を持ってるんですね。だからその意味で言うと哲学に接近するっていうのはまあ非常にこう、まあ、困難なことでありましてね、その、まあ、本当にねこうね、まあ、ある意味で言うとこうある意味で言うとっていうかねこれね結局ねこうサディストなんですね。こう自分を痛めつけることのこう快感というかね、そういうところにこう喜びを見出すというかね、そのまあ、哲学というのはその自分を、ね、殺すことでこう推進するというかね哲学的な、理解が深まっていくというかね。で、まあ、そのようにしてその、そしてもう一つはね、そのねやっぱりね、哲学っていうのはね、あくまでもやっぱりね自分なりにね自分なりにこう理解していかなくちゃ、いけないんですね。だからいつも述べてるようにその、私はニーチェではないし私はショーペンハウエルでもないわけですね。で私がショーペンハウエルでもないってことはその生きているこう時代背景も違うし、それと国籍も違うし立場も違うので、全くその、ショーペンハウエル先生と同じこう立場でねものを考えることは、できないわけですね。時代背景が違い、背景が違いますからね。だから何らかこう自分の仕方で哲学というものをこう理解して構築しなければならないんですけども、そうするとそれはね他の人の哲学とねこう違ってくるわけですね。でそうするとねここでもまたねお互いにクワッとねクワッとねこう食い合いが始まってねこう凶暴なことになるわけですね。ですからねとにかくね哲学は凶暴だという
お話であります。そしてね、もう一箇所じゃあちょっと読んでみますけども、ね、そのさっき読んだのは4ですけども、そのね、それに先立つね、3のところにね、読んでみますね。これね短いから全部読んじゃいますけども、哲学するために最初に求められる2つの要件は、第一に心にかかるいかなる問いも率直に問い出す勇気を持つということである。そして第二は、自明の理と思われる全てのことを改めてはっきりと意識し、そうすることによってこれを問題としてつかみ直すということである。最後にまた、本格的に哲学するためには精神が本当の、暇を持っていなければならない。精神が、何かの目的を追求してそのために意思に誘惑されるというようなことがなく、直感的世界と彼自身の意識とが彼に授けてくれる教授を余念なく受け入れるのではならなくてはならない。これに反して、哲学教授たちは自分自身の個人的な利害特質やそれへの手づるなどに気を配っている。そこに彼らの本意があるわけである。それゆえに彼らはおびただしい歴然たる事実がまるで目に入らず、それだけでなく、せめて哲学の諸問題についてでも本気になって小説するということがただの一度もないのである。これは、ね、非常にこう、大学教授に対する批判なんですけども、これね、最近読んだね、天才が凡人を殺すという、天才を凡人が殺すという、本に、なぞって言うとね、結局これはまあ秀才批判なんですね。で、このね、哲学は、暇の産物であるっていうね、このね、言い方もまあ面白くてね、その、まあ、これはそのさっき、前の動画で言ったその、意志とかね、欲とかね、そういうものから解放されるということと、関連するんですけども、まあ、だから具体的にそのね、働いていないから暇があるとかね、そういうことを、指しているのではなくて、その、まあ、欲望がない人っていうのは、まあ、そのためにその何かこう煩わせるようなね、時間がないから、まあ、その分、暇であると、まあ、そういう意味なんですね。でね、まあ、ですからね、その秀才の、教授というのはその、まあ、地位を得るためにねその哲学の本質とは、関係ないところでね、いろいろこう頑張っておられるわけですね。でそういうことをまあ批判しているわけなんですけども、一方でね、その僕がその、この動画のシリーズで述べたのは、そのビジネスマン、現代のビジネスマン、起業家ですね、起業家、社長さんたちですね、それは大会社から中小企業もそうですけども、そういう人たちがね、が実は、現代のね、その哲学者じゃないかというふうにしてね、私は思ったんですね。で、非常にその、現代の起業家の皆さんはクリエイティビティを発揮していると。で、クリエイティビティを発揮するということは、そのまあ ショーペンハウアー先生のさっきの言葉を借りるとですね、なんていうかね、心にかかるいかなる問いも率直に問い出す勇気を持つと、そして自明の理と思われる全てのことを改めてはっきりと意識し、そうすることによって問題を問題としてつかみ直して、いるとね。で、本当にね、サイゼリヤの社長さんにしろね、そのセブンイレブンの、社長も、その日清の社長も、まあ、スティーブ・ジョブズもそうですけどね、やっぱね、その普通の人が、自明の理としていることをね、意識して、それをこう問題視することによって、こう新しいビジネスを、立ち上げると。そして、そのもうとにかくね、心にかかるいかなる問いも率直に問い出すと。そういうことで、その、日々ね、こう改良に改良、この自分の商売にね、改良改良を重ねて、だからそのまあセブンイレブンにしてもね、そのサイゼリヤにしてもね、そのメニュー開発、商品開発もこれ日々ね、もう本当にね、こう積み重ねてね、繰り返してるんですね。
で、まあ、それはそのスティーブ・ジョブスのアップル製品も、そうですけども、これはだからね本当にねこう哲学的な営みと言っていいんじゃないかと私はね、思えてしまうんですね。でそれはね、ここで言っているその暇このね暇っていうのもねこの解釈によるんですね、でねあの一般的に社長さんってねすごい忙しいんですよ。あの本当にね社員が休んでる間も、休みなく働く。だからその、社員はねこき使っちゃいけないけど自分はねとにかく休みなく働かなきゃダメなんだっていうのはね、これはね、どの社長もおっしゃっておりましてね、そうあの京セラのね井上さんもね、そういうことを言うんですよね。で一方でねその企業系 YouTuber の事業者向けチャンネルの YouTuber の君明先生はあのね社長がね現場に出ちゃダメだって言うんですよね。よくねあの中小企業の社長さんこう工場なんか小さい工場なんか持ってるね社長さんがねこう社員と一緒になってねこうラインに立ってね部品こう組み付けてたりとかね、そうするとうちの社長はねこう先頭に立ってね働いてくれてねいい社長だなんていうふうにしてね言われるんですけど、これね実はねダメな社長の典型例でありまして、その意味で言うとね社長はねこう現場に立つなっていうわけですよね。で社長は何しなきゃいけないかっていうとねこう考えなきゃいけないですね。次のことを考えないといけない。だから君明先生に言わせるととにかくその、ビジネス起業家、社長さんというのはそのね顧客の開拓をし続けるんですよね。お客さんというのは同じ商品をいつまでも買ってくれるとは、限らなくて、必ずこう離れていってしまうと。だから新商品を開発して新しい顧客を、掴むと。で市場をどんどん広げていくと。でそのためにはねこうで頭使ってねもうずっとね考えなきゃいけないわけですね。で行動するにしても現場に立つにしてもその考えるためにこう現場に立つと。だからねその目で言うとね本当にね哲学者と同じで頭を暇にしてこうフリーにしていかないと、新しい考えは、生まれないとね。で一方でショーペンハウアーが、この本で批判している大学教授というのはそのあくまでもその大学という、ね、システムの中でこううまくやろうとしてるんですね。でこれはねダメなんですよ。あの人が作ったシステムに、うまいことを乗っかろうっていうふうにしてしてるだけなんでね。だからこれはその哲学的な営みとは言えないしその天才的なクリエイティティとは言えないし、まあその、天才は凡人を殺すという本によると、まあ、結局はその、秀才ね天才、秀才凡人といるとこれはまあ秀才に過ぎないと、下手すると凡人で、過ぎないということに、なるわけなんですね。